レイヤーソルジャーズソウル。君は伝説の中にいる。さあどの戦いを紡ぐのか。大いなる戦いがあなたは負けることはない。私は信じています。サンク、代々教皇がアテナに代わり、星の動きを見て大地の吉凶を占う場所、スターヒル。まさしくこの地上で最も天に近いその丘は、セイントでも入り込むことは不可能と言われている。その丘に駆け上らんとするある者の姿があった。それは聖夜の師匠であるシルバーセイント、イーグルのマリンだった。なぜかつては全ての人々から崇められ慕われた教皇が邪悪の化身となったのか。ここに来れば何かわかると思ったんだが、これは教皇の死体。死後何年も経っているということは、今の教皇はやはり、なんだこのコスモは。見たな、生きては返さぬ。ゴールドセイント、なんてまがまがしいコスモだい。あんた生きてここから帰る。ファイト。さっきまで確かに誰もいなかったのに、一体どこから出てきたんだ。知る必要はない。貴様はすでに引き継ぎだ。させない。ちょいとまずいかもね。せや、やるじゃない。こんなとんでもない奴らを相手にしてみるか。もうそろ気づいた。お前が相手にしているのは最強のセイントだ。おかしな手応えだよ、こいつ。本当にここに存在しているのか。知るといい女だ。ならばいっそのこと、一番の話でしょ。これが私の戦い方か。なかなかに手こりなさか。あなたはあなたでいいか。なんてことない。もう勝ったつもりかい。余裕かましてるとき、痛い目を見るよ。これで真実は闇の中だ。もっとコスモを高めないと。ファイト。こんなところで終わるわけにはいかないんだ。なんとしても聖夜のところへ。おかしな手応えだね、こいつ。本当にここに存在しているのか。しぶとい女だ。やるじゃないか。さすがにゴールドセントの相手はきついね。ここで負けるわけにはいかないんだよ。いかにしてくれるのか。ウィナー。覚えときな。
表しの爪の恐ろしさをね。バーカ、何を驚いてるんだよ。危ないところだったね。それにしてもこれで全てがはっきりした。今の教皇は真っ赤な偽物。13年前に何者かがすり替わってアテナを殺害しようとしたんだ。その正体はおそらく。こうしちゃいられないよ。この命に変えても聖夜のところへ行かないと。